406はフランスの自動車メーカー、プジョーが製造、販売していたミドルクラスの乗用車。セダン、ブレーク、クーペが存在する。1995年9月のフランクフルトモーターショーで発表されたセダンで、日本には1996年10月から導入された。405の後継モデルである。PSA プジョーシトロエングループの一員である、シトロエンのエグザンティアとプラットフォームを共有する。また、フランス刑事ドラマ、女警部、ジュリー・レスコーでは、警察署長である主人公の捜査用車として登場。リュック・ベッソン制作の映画、タキシーシリーズでは、主人公、ダニエル・モラレースの愛車として登場し、タキシー2、タキシー3まで改造を重ねながら、大活躍し、知名度を上げた。406セダンミドルサイズのセダンとして、本国と比較し1年遅れで、日本国内でも販売された。理由として、ドイツ ZF 製電子制御 4AT 仕様が、ようやく完成し、本国でも遅れて販売が始まり、AT 需要が主な日本でも同時期に販売開始された。セダンのデザインは、プジョーの車内案をベースとしたデザインを採用している。日本仕様は、前車右ハンドルの AT のみ。後に406スポーツと称する 2.2 リットルエンジンを搭載した左ハンドル MT 車が発売されている。本革シートは、最上級の SV レザーパッケージにつく。他に国内向けグレードとして SV、ST があり、エンジンも本国では多数選択できるが、国内向けは当初1本のみ。2.0 リットル直列4気筒 DOHC16V を FF 横気筒際のみで、最高速度時速 203km でプレミアムガソリン仕様となる。サスペンションは、フロントは、ストラット、リアはマルチリンクで、プジョー特有のしなやかで滑らかなストロークのミドルクラスとして良いサスが特徴。サイズは全長 4555mm 全幅 1770mm、全高 1420mm、ホイールベース 2700mm、車両重量は 1390kg。世界各地のツーリングカーレースで406セダンが、レースのマシンが活躍した。ドイツスーパーツーリング選手権では、プジョースポールから参戦したローレン・アイエロが1997年にタイトルを獲得。1996年に3位、1998年には2位と好成績を残している。プジョーの本拠地フランスのフランススーパーツーリスモでも1999年、及び2000年に、ウィリアム・デビットがドライバータイトルを獲得。ブラジルやアルゼンチンなどのサーキットで開催される南米ツーリングカー選手権でも1999年にエミリアーノ・スパタロとカカブエノがドライバータイトルをチームメイト同士で争うことになり、最終的に同ポイントとなったため共同チャンピオンになっている。406ブレークミドルサイズのステーションワゴンとしてセダン販売からさらに遅れ日本国内では1997年中旬頃販売された。エンジンもセダン同様に燃料供給装置はマルチポイントインジェクションの 2.0 リットル直列4気筒 DOHC16V で FF 横気筒採する。グレードは1種類のみでスタートし、後にマイナーチェンジで 3.0 リットル V 型6気筒 DOHC24V が搭載。追加された。ブレーキも同様にサーボアシスト付けで、前輪はベンチレーテッドディスク、後輪はディスクとなる。後部座席を格納することで、積載容量を526リットルから1741リットルまで拡大可能。本国ではオプションで3列シートを装着可能。サイズは全長 4725mm 全幅 1760mm、全高 1450mm、ホイールベース 2700mm、車両重量は 1453kg。406クーペ上級ミドルサイズの FF パーソナルクーペとして、日本には1998年1月から導入された。デザイン的に似てはいるものの、外装でセダンと同じ部品はなくすべて専用設計となっている。内装はダッシュボード、センターコンソールはセダンとほぼ同様だが、メーターパネル、ドア内張り、前後シート、リア内張り、天井内張りはクーペ専用部品で、ダッシュボードの化粧板にはピニファリーナのエンブレムがある。前席シートはレカロとプジョーの共同開発によるもので、前期型の D8CPV ではパンチングレザーが用いられていた。乗車定員は4名である。日本向けの仕様は、エンジンは1997年11月にセダンブレークに追加されたものと共通の 3.0 リットル V6DOHC24V で組み合わされたのは ZF 製 4HP20.4 速 AT で、この組み合わせのモデルのみがラインナップされていた。また中期モデルまで前輪ディスクブレーキはブレンボの対向4ピストンキャリパーが標準装備されていた。最高速度は時速 235km で0時速 100km、加速は 7.9 秒。ハンドルは左右から選択可能だが、日本向けは1グレードのみで本革シート標準装備。イタリアのカロッツェリアであるピニンファリーナがデザインのみならず製造工程まで一貫して手掛けている。そのデザインの優美さは歴代のフェラーリのデザインを手掛けたピニンファリーナ2003年8月にはマイナーチェンジが行われ、フロントバンパー、アルミホイールのデザインが一新された。サイズは全長 4615mm 全幅 1810mm。全高線 365mm、ホイールベース 2700mm、車両重量は 1520kg。ありがとうございます。